末から始まって12月中旬にみんなで、コースでのレッスンをやって無事に活動を終了いたしました。練習会の様子は記録に残してたので、それを少しずつ復習しながら動画にまとめていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。1回目の動画では基本的なスタンスの取り方とグリップの握り方をやったんですが、2回目の練習会ではドライバーのスタンスの取り方を教えていただきましたので、そちらを復習していきたいと思います。スタンスの取り方、ドライバーバージョンを確認していきます。まず右手でクラブを持ち、ボールの真横に置いて気をつけの姿勢をします。次に左足の延長線上とクラブでボールを挟むようにして右足を肩幅まで広げます。次に前回の動画のグリップの握り方とスタンスの取り方と同じ方法で体を調整します。最後に右足を足幅1個分広げます。その時クラブとボールが左足の方にあるかと思うんですが、クラブを顔の真ん中にセットしてから打ちます。なぜドライバーだけスタンスの取り方が少し違うかを先生が教えてくださったので、ちょっとこちらでも共有したいと思います。見てください、これピカチュウのボールポーチについてたボールです。かわいい。ドライバーのスタンスの取り方が他のクラブと違うのは、ボールの当たり方に違いがあるそうで、まず、アイアンのクラブだとボールに対してクラブが当たる瞬間がこのような瞬間で、クラブが加工してきている時に当たるそうです。これをダウンブローというらしいですが、このように当たります。次にユーティリティやフェアウェイウッドの場合、ボールに対してクラブがこのように地面と割と垂直に当たるそうです。これをレベルブローというそうなんですが、このような当たり方をします。そして、ドライバーのクラブの場合はまずボールが少しティーに乗っかっているので高い位置にあるかと思うんですが、ボールに対してこのようにクラブが上昇してくるときに当たる、これを、アップブローというそうなんですが、上昇してくるときに当たります。なので上昇している最中なので、やや左足寄りにボールがあるという感じですね。ここからはドライバーの練習風景です。コースに出た時ってドライバー一発目の当たりが良かったか良くなかったかで、その日一日の気持ちが結構左右されると思うので、これからも確実に一発目のドライバーがこう気持ちよく当たるように努力していきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価ボタンをお願いいたします。もしゴルフもうちょっとこういう風にしたら上手くなると思うよっていうアドバイスがあれば、コメント欄に記入していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。